はい、それではですね、2016年豊島岡女子の問題をね、ちょっと解説していきます。関数の問題です。今座標平面上に正方形があって、今直線 OC の傾きが3ということだけ分かってます。その時のこの対角線ですね、直線 OB の傾きを求めなさいと、そういった問題をちょっと解説したいと思います。で、ポイントなんですけども、斜めの正方形の問題だってことですね。この問題は斜めってる正方形の問題で、こういう問題は実はやることが決まってます。何をやるかっていうと、囲んで直角三角形の合同を作るっていうのがポイントです。囲んで直角三角形の合同を作るかな。ということで、じゃあ早速やっていきたいと思います。今、OC の傾きが3っていうことなので、この直線 OC の式っていうのは、これ y イコール 3x ってことだよね。ってことは、とりあえずこれ座標がさ1個も出てないから、文字で置こうか。 C の座標、例えば x 座標ちょっと分かんないから t と置きますと、今直線 y イコール 3x だから y 座標は 3t になるわけですね。で、今この正方形出てきたら、今言ったように囲んで直角三角形の合同を作る。どういうことかっていうと、ここに直角三角形の合同ができるんですよ。こうやって囲むことによって、どこにできるか分かる？ここにできた今四隅の直角三角形、これ合同になります。合う、どうって書いておきますけど、なんで合同になるかっていうと、これ正方形だから、ここまず4つの直角三角形の斜辺等しいよね。あとはまあ直角だよね。あとはここの角を丸、ここの角をバツとすると、丸とバツ足したら90度になるでしょ。ってことはここ90度だから、ここ一直線で180度になるよね。なんでここ90度だったら、ここ丸だったら、ここ×になるでしょ。丸と×足して90度じゃないと、90度90度足して180度、一直線になんないからね。ってことはここの角が丸になるよね。丸足す×90度だから。で、同じようにやって、ここ90度だからここ×、丸と×足して90度、丸、×という具合にして、この四隅ができる直角三角形が合同になるわけね。ってことは、今ここの長さ t だよね。 c の x 座標 t 取りだから、ってことはここは 3t だよね。 c の y 座標 3t 取りだから、ってことはこっからここの長さ、これはここの縦の長さと等しいから、ここ 3t になるでしょ。で、こっからここの長さ、ここの小さい長さ t となるよね。ってことは b の座標が、X 座標が T たす 3T で 4T、 Y 座標は 3T から T 引いて 2T と出るよね。 3T からね、いっぺん、ここ 3T だよね。 3T から T 引いて 2T。 ってことは今直線 OB の傾きを求めたいんだから、傾きっていうのは X の増加量分の Y の増加量出るわけでしょ。つまりx の増加量が4t、ね、y の増加量が 2t。 ってことは今求めたい OB の傾きっていうのは x の増加量分の y の増加量になって、2分の1と約分したら2分の1になる。だからこれが答えになるわけです。 4t 分の 2t で4分の2で2分の1という具合になります。いい、ということで、これ関数の問題でね、本当によく出てくるんだよね、この正方形が斜めってる問題ね。そういった問題に関してはですね、囲んで直角
三角形の合同を作るっていうのが最大のポイントだっていうことですね。まあ、ちなみに、斜めってる直角二等辺三角形も同じだからね。まあ、ここ、三角形 OCB だけ見たら直角二等辺三角形でしょ。正方形を半分に切ったらね。だから斜めっている正方形とか、斜めっている直角二等辺三角形出てきたら、囲んで合同の直角三角形作って、それを利用して解く問題になっているよということをぜひ覚えておいてください。はい、以上で解説を終わります。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。川端てっぺです。じゃあね、バイバイ。